はいどうも、はいどうも、こんにちは。鳥と生きる講演家、自然との共存共生を伝える男、羽賀秀樹です。どうも。今日はですね、この前あったお話を、あるペットショップでの話です。大型のホームセンターに併設されているペットショップ、よくありますよね。ワンちゃんとか猫ちゃんとかいて、トリミングとかもして、そこには鳥さんのコーナーがあってあったわけですよ。まあ、鳥さんのコーナーとレジの方、店員さんの方はだいぶ離れていましたけど、鳥さんのところには2羽鳥さんがいました。セキセイインコさんの、まあ、ひな上がりって書いてあったかな、小桜インコさんのひな上がりって書いてたんですよ。まあそこな2回行ったことあったんですけど、見に行ったことあったんですけど、偶然ね、ふっと鳥さんのケージがあり、ガラスの扉があって、人が直接触れないようになっているんですね。赤ちゃんとかどんどん、子供さんがどんどん触ることもないので、いい感じだなとは思っていたんですが、ちょっと見ると札が違っていたのよ。札がいくらいくらですとか値段とか書いてあるんですけどね。例えば小桜インコさんひな上がりですって感じで、私実際ひな上がりだと思います。くちばしのところがね、まだちょっと黒いのが残っていたりするから。で、小桜インコさんは中型インコさんの代表的な鳥さんですみたいに書いてあるんです。中型インコさんかいいなみたいな。あ、確かに小桜インコさんのことを中型インコと紹介しているようなところも多々あるんですけど、私の知ってる限りでは大型中型小型を分けるのは鳥さんの全長、尻尾まで含む長さだったと思うんですよね。大きさ、鳥さんの大きさにより大型小型中型って分かれていて、その長さからいくと小桜インコさんは尻尾が短いので絶対中型インコの分類にはならないんですよ。なんかの本では中型インコって書かれていることもあるんですけど、小型インコさんは一般的には、あ、いや、小型、小桜インコさんは一般的には小型インコじゃないかな。うん、多分小型インコですよ。うん、でも中型インコって書かれてたの。って思ってね。で、それだけならまあね、と思ったけど、餌はパウダーフードですって書いてある。まあ、ひな上がりだからパウダーフードのままでだったのかもしれないけど、実際にはミックスシードがいっぱい入っていたんですよ。でそのミックスシードの中にもまた油っぽいのが多いひまわりとか、朝飲みとかいっぱい入ってるやつね、中型インコさん用のやつが入ってたんですよ。これはいかんなと思ったわけです。そしてまた横の赤星インコさんのところもまたツッコミどころがいっぱいでね、ひな上がりの赤星インコさんいいんですけど、パウダーフードって書いてありながらミックスシードが入ってたりするんですけど、飼育が容易な種類の鳥さんですって書かれていたんですよ。簡単、飼育が簡単ですよ、飼育が簡単な鳥さんですよ、赤星インコさんは誰でも飼えますみたいな雰囲気で書かれているわけですよ。どうしたものかと、どうしたものかと。まあね、ペットショップの方から見ればね、よく質問されるんですよ、お客さんから。飼いやすい鳥さんはどんな鳥さんですかってね言ってる気持ちっていうか、なんかこうなんとなく分かりはするんですよ。言ってどういう意味で言ってるんだろうかねというの分かりはするんですけど、飼うのが簡単な鳥さんってないです。大型インコさんも小型インコさんもどんな種類の鳥さんも飼うのは簡単ではありません。難しいですよ。てかね、気合い入れて飼うもんなんですよねじゃあ逆によ、あってはならないけど、考え方としては安い鳥さんだったらお迎えして、もし楽鳥死んでしまってもお金の面では損をしないから、試しに買ってみようかなっていうようなイメージの発言でもあります。ダメよ、ダメなんですけどね。それで容易に飼える種類の鳥さんですって書かれてたから、どうかなと思って、これは鳥と生きる公営化、自然との共存共生を伝える男、羽賀秀樹です。ハッピンコの、インコのためのボランティア、ハッピンコですって言ってるから、これはちょっと言った方がいいなと思ってね。でも、決めてるじゃないですか、僕たちは。ダメじゃないか、こら！なんてことするんだ！攻撃しないって、楽しく伝えるってことでね。だからこう、店員さんのとこ行きましたよ。店員さんのとこ行って。すいません、インコのことでちょっと聞きたいんですけど。あ、そうですかって店員さん出てくるわけですよ。はい。でだいぶ離れてましたから、このままでは僕は鳥さんを飼いたい人みたいになるので、いや違う、あ、いや だからちょっと言い換えました。あ、そんなか間違ったこと書いてるみたいなんでみたいな。あ、そうですか、すいませんって言って来られるわけですよ。ガタガタガタってテルさんの前まで来ました。
小桜インコさんは中型インコですよねって書かれてますよね。小型インコさんですよ。小桜インコさんは小型インコです。中型インコと間違いだと思います。でパウダーフードって書いてあって、まあ、いわゆるパウダーフード、まあ、ペレットっていう部屋のようなもんです。総合栄養食ですから、ペレットとは違うけどね。でミックスシードが入ってるから違うような状態になっていると。しかもこれ中型インコ用の餌になってるから脂っこいのが多いのが入ってるので、このままひまわりとか朝飲みとかたくさん食べていると動脈硬化で落腸してしまう可能性もあるし、お迎えされた飼い主さんが次に餌をあげるときに、あげにくくなるので、泡、冷え、キビなどの粗食がいいと思いますよって言ったんですよ。あーすいませんって言って、あの札をすぐ取ってねいいんじゃないでしょうか。あいすいません、ね、鳥のことをお伝えする講演とかしてるもんで、細かいことが気になって、あどうもってすぐ行こうとしたから、ちょっと待ってねって言って、セキセイインコさんの方もなんですよ。セキセイインコさんの方は飼育が容易だって書かれているので、実はこれインターネット上では知られるとものすごく叩かれちゃいますよ。気をつけた方がいいですよって言ったんですよ。ああそうですか、ああってやっとそこでね、ことの重大さに気づいたらしく、そうすぐ取って、すいませんありがとうございましたとか、いえいえって言って終わったわけなんですけどね。ダメじゃないかってコタの攻撃するわけでもなく、正しい知識を上手に伝えようと思ったんですけど、やっぱ僕も初めてそういうこと言うので、いやいやいや、まあいいんですよ、わかりました、あそうですよ、お願いしますねみたいななんか感じだったんですけど、やっぱ楽しく伝えないといけないしね、あの攻撃したくないから、店員さんもすいません勉強しますってなってほしいので、どんな言い方がいいのかなって言いながら研究してたんですよね。あの奥さんと帰りがけで話しながら、どう言おうかねみたいな。ただあのその普通のお客さんが言ってですよ、鳥さんのこと違うこと書いてたり変な飼育の方法をしてあったってすると、あのなんかちょっとこれ違うんじゃないですかって言うと、もしかしたらね店員さんはね、なんかこうあのクレーマーみたいな風に見られるかもしれないじゃないですか。なんかうるさい、もう鳥さんのことうるさいお客さん来たみたいなそういうのはね思われたくないしね間違ってるんですよ、ペットショップの方が間違ってることはあるんですけど、それについてね、あの攻撃しちゃダメだからさ、ちゃんと攻撃しないようにした。どういう風に言おう、これいい方法がありましたよ、いい方法がありました。あもしもし店員さんと、これあのもし間違ってたらすいませんけど、これはこういう風に書いてあるけど、こういう風なのが正しいんじゃないでしょうか、これもしあの知ってる人が見るとインターネット上で晒されると大炎上しちゃいますよ。そうなる前にちょっと調べた方がいいんじゃないですか、私よくわからないけどなんて言って、あのちょっとあのヒントをあげるわけですよ。そしてその結果間違ってなかったらいいわけですよ、調べてもらって、間違ってもらわなければいいし、間違っていると大炎上になりますよってね、人のせいにしちゃう確かに本当になるんだもん。おかしなことを書いていて、そうダメじゃないかというふうなことをね攻撃する人が知るとね、インターネット上ではね大きくね、あの静かにね流れていくわけですよ。で知る人ぞ知る大炎上みたいに なりますからね、間違いなくね。そうなる前にやっぱ正しい知識を伝えることが大事だから、そういうふうになっちゃいますよって言ったら、今はさいろいろあったでしょ、あの食品にいろいろアルバイトさんがいろいろやるみたいな事件がいろいろありましたよねあらら大変大変、そんなことなら大変だわってね、みんな思うのよ、当たり前ですよね。それぐらい私たち一般の人が発信する力があり、正しいことを伝える、正しいことをしなければならないということが一般的に認識されつつあるわけです。今までは強く大きく攻撃の声を上げないと動かなかったものが、普通に伝えると、テレビやマスコミや新聞雑誌ではなく一般の人の中で、それは間違っているんじゃないか、ざわざわざわって大きく伝わっていく、これいいことなんですよ、攻撃しなくてね。なのであのお店側もね、あらインターネットという媒体、普通の人が正しい知識を知るという媒体について意識していくことになるので、これちょっと大丈夫ですか、もう一回調べた方がいいんじゃないですか、もし違っていたら、私の言うのが正しくて間違っていたら、インターネット上で調べると大騒ぎになりますよ、大炎上になりますよ、そうだったら大変だから一回調べた方がいいと思いますって言ってねちょっと相手インターネット のせいにしつつよしつつちょっとヒントをあげると、スムーズに
伝わっていくんじゃないかなと。ちょっとね、あのここから先はね、ちょっとね、もう宣伝だけど、その時に、あ、鳥のことを講演している鳥と生きる講演家の人がいるんで、その人の YouTube 動画をあの流してみたらどうですかとか、見てみたらどうですかなんて言ってくれるとありがたいですね。ありがとうございます。鳥のことを伝えていますんでまあ僕の YouTube を見てくれたペットショップの人が僕の YouTube をそのまま流したり勉強したりした場合ですよ、あのそのと言ってることと違うことはできません。なので僕の YouTube を店頭で流してくれているペットショップさん、鳥のところは素晴らしいところだと僕は思います。僕が言っててですよ、鳥さんでさ、きちんとしたものあげようね、アルフラッグのものとかあんまあげない方がいいよみたいなこと言ってるわけですよ。なのにペットショップの人はうちの僕の動画を流しつつも、あ、このおじさんいろいろ言ってるけど大丈夫大丈夫、ちょっとだってあげていいかなってわっさーってね、ひまわりあげてたので、それはやっぱり良くないわけですよね。嘘じゃんって言いますから、あの僕の YouTube が動画流れているとして、しかもそれと同じようなことをしているとしたら、それはね、僕はね、おすすめします。素晴らしいペットショップさんでーす。せーの、いいねみたいなね、いいですね。あ、ちょっと宣伝入りましたか。あ、でも本当のことですからね、うん、いいペットショップさんか。うん、やっぱね、そんなことわからなかったと思いますよ。そのホームセンターにあったそのペットショップさんもね、うん、でもね、だから勉強してほしい。勉強するのは大事ですよ、あのペットショップの人もね。あと知らなかったらね、もうね、扱わない人気があるからとか需要があるからとか、はい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 、時々問い合わせがあるからとかいうことでトイターを送って、分かるけれどもね、分からない、知識がないのならば、知識のある店員さんがいないのならば、それは扱わないっていうのがね、正しいことですよ。儲けるためだけではダメですからね、うん、勉強しましょうねっていうことですね。僕も勉強途中ですけどね、はい、ということで、そんなことがありましたよ。皆さんもペットショップとか行ってみてですよ、まあ発言にはですね、あの発言するとなんだって言われるかもしれないので、あれちょっと気になるな、これもう一回調べた方がいいかもしれない、間違ってた、僕は間違ってたらいいんですけど、もしあれだったらインターネット上で大炎上になっちゃうから、ちょっと調べた方がいいんじゃないですかっていうことをちらっと言うと、向こうはね、ありがとうございます、気づきませんでした、調べてみますみたいな感じになって、スムーズにこう正しい知識が広がっていくので、これいいヒントじゃないです、いい言い方でしょ、はい、ぜひとも使ってください。はい、ありがとうございます。でですね、あのまた鳥さんたちの楽しい講演会の様子はですね、あの編集しながら少しずつアップしていくので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。またね、チャンネル登録よろしくお願いします。